ほら、見て見て見て。お、すごい。もう手元から折れそう。そのぐらい柔らかい。ほら、すごいよ。はい、どうも。GF チャンネルのイッチーです。ゆかりです。ゆかりちゃん、ここはどこですか？長野県茅野市です。今日は何ていう山に登るんですか？天狗岳です。この北八ヶ岳の山域をのんびり歩いて、みんなが気になってるあのお店の絶品グルメをね、食べに行こうと思います。よかったら動画最後までゆっくりご覧ください。どうぞ。それではいつも通りヤマップを使って活動を記録していきたいと思います。活動を開始。本日のスタートは唐沢高専っていうところに車を停めました。駐車場はね、ご覧の通り結構広いので 3,40 台は停められるんじゃないかなと思います。西天狗、本日一緒に登ってるゆかりちゃんです。初めましたよね。はい、ゆかりちゃんは八ヶ岳来たことあります？観光だけですね。観光だけ、はい、なるほど。じゃあ全然この山域を歩いたことはないってことですね。ないです。普段はトレイルランニング？そうですね。なるほど。じゃあ体力はあるかな、一応。オッケーオッケー。じゃあ、まあ、トレランとはまたね、違ったこの山の楽しみをね、感じてもらったらいいかなと思いますので、頑張っていきましょう。お願いします。はい、本日歩くコースは距離が13キロ、累積の上りと下りは1222メートル、休憩を含まない行動時間はなんと8時間半になります。結構大変ですよね。スタートをしていきなり800メートル登るんですね。ゆかりちゃん、800登るらしいよ。聞いてない。やばいね。なかなか辛い。普通500でも結構大変なのに、スタート直後800登りますよ。なかなかのガツガツ感でございます。苔がすごいよ。ほらほらほら、意外と硬い。柔らかそうだけどガサガサしてる。なかなかきつい登りを終えたら、ここは急にね、こんな感じで抜けてますね。正面に見えてるあの真ん中の三角形が赤岳、左手にギザギザなってるのが横岳、そして手前のそいつが硫黄岳でございます。この岩と岩の間に岩鏡がありますよ。初夏に見られる代表的な花ですね。ピンク色、濃くてね、可愛いですよね。後ろを振り返ると私の大好きな槍ヶ岳もはっきり見えますね。大キレットから辿っていくとね、見つけやすいですね。どんどん登っていっておりますよ。おそらくあと200ほど登っていくと西天狗に出ると思います。第二展望台までやってきましたよ。前回冬の天狗岳に来た時はここでカップ麺をね、食べました。ここまで来ると木々の間から西天狗の山頂が見えてますよ。あそこまでね、最後ガツンと登る感じですね。結構登ったけど、どうゆかりちゃん？もうちょっともうちょっと、もうずっとこんな傾斜やね。なかなか大変だ。稜線に出てきて、右手には南アルプスの北岳、貝駒ヶ岳、千畳ヶ岳、はっきり見えてますよ。まだね、雪がついてますね。ここから急に岩岩ゾーンだね。まあでも岩岩ゾーンは結構すぐ標高稼げるから嫌いじゃないですけどね。よいしょよいしょ、長い足を駆使してどんどん行きますよ。なかなか岩登りが大変だけどさ、振り返るとさ、この景色は贅沢だね。はい、登り始めて1時間50分ほどで西天狗岳の山頂です。イエイイエイ。標高は2646。結構高いね。そしてね、目の前に硫黄岳の爆裂火口が見えるんですよ。山肌が崩れてるやつ、あれ全部火口でございます。あれがあるおかげでね、この辺り温泉がたくさん出るんですよ。西天狗岳の山頂を後にして、我々は次に、もう目の前に見えてますね、東天狗に向かっていきますよ。ここはトレイルランナーだったら走りたくなるような、そういった道でございます。左手には北八ヶ岳、そして右手には南八ヶ岳の山々が見えますよ。
ものすごく今日は天気がいいよ。高く見えるけどね、こう一瞬だから一瞬10分もかかんないでね、すぐ登れますから安心してくださいよ。西岳からのあの稜線もね、すごく綺麗ですよね。でここね、冬に来ても本当に綺麗なんでね、皆さんぜひぜひいろんな季節に来てみるといいですよ。歩き始めて2時間10分ほどで東天狗の山頂にやってきました。標高は2640。はい、頑張った、ナイス、イエーイ、やってた、すごいよ。この眺望でございます。ぐるりぐるりと見えますね、北アルプス、そして中央アルプス、南アルプス、八ヶ岳、全部見えますね。じゃあこの後はお待ちかねのあれを食べに行きましょう。どんどん行くよ。ここの道を進んでいくと目の前に黒百合ヒュッテが見えてますね。東天狗からのこの下り、結構岩がねゴロゴロしてて滑りやすいんで気をつけていこう。もうゆかりちゃんがめっちゃ速い、めっちゃトントン降りていくじゃん。余裕だね、足が長いアピールをさっきからされてるから。それでは中山峠にやってきましたよ。ここを左手に曲がっていくとすぐに黒百合ヒュッテが出てきますよ。歩き始めて2時間50分ほどで黒百合ヒュッテにやってきましたよ。ではここでねランチを注文したいと思います。本日のランチは黒百合ヒュッテの一番人気メニュー、ビーフシチューとライスのセット1600円。そしてこちらはイッチの大好きな骨付きチキンカレー1800円になります。いただきます。美味しいしか出ない、どうしよう。具だくさん、生クリーム嬉しい。肉どう、柔らかい。歯がいらない。ほら見て見て見て、お、すごい、もう手元から折れそう、そのぐらい柔らかい、ほらすごいよ。あ、手づかみですいません、いただきます。うん、柔らか、もうね歯がいらないです。2回目以降来る機会があったらこのねチキンカレー食べてみてください。はい、それではお腹いっぱい黒百合ヒュッテでランチを食べたので、もう一軒ありますからね、もう一軒、はい、まだ入りますか、お腹余裕ありますか。じゃあそこまで駆け足で行きたいと思います。あっという間に中山峠に戻ってきましたよ。それではここから中山を目指していきたいと思います。後ろには先ほど登った東天狗と西天狗見えてますね。夏っぽいね、空が暑い、分岐だね。どっちですか、まっすぐ。中山までのこの登りはなかなかえぐいですよ。一段一段が大きな岩ですね。ここは中山ですね。はい、ちょっとね見つけづらいですけど、中山の山頂はこんな感じで眺望はありません。ただしこの先に行くとまた一気に眺望が抜けるので、そこまで行ってみましょう。中山展望台です。ちょっとね雲が湧いてきたんで霞んでるけど、正面に北アルプスが見えますよ。中山からの下り見てください、まだ雪が残ってますよ。チェーンスパイクつけるほどじゃないんですけど、雪なので慎重に降りていこうと思います。ぷるんっていかないでよ。はい、ナイス。はい、歩き始めて4時間40分ほどで高見石小屋にやってきましたよ。じゃあ皆さんがね知ってるあれを頼みましょうかね。本日のおやつは高見石小屋の揚げパンです。5種類入って1100円になります。いただきます。いただきます。ポケモンもジュース、ほいほい。まずは抹茶ですね。おいしい、甘い、いい香りします。周りさくさく、中もココアかな、どっちの方が好き、どっちの方が好き。これはきなこ味ですね。いただきます。おいしい、なんだろう、もうね正月みたい、お正月のお餅にきなこみたいな感じ。はい、おいしい揚げパンを食べて高見石に登ってみたいと思います。ここはすぐ近くなんでね、皆さん必ず登ってくださいね。白駒池が見えてますよ。白駒池の周りにも山小屋があって、そのね山小屋もおすすめです。じゃあね、この高見石小屋を後にして渋の湯っていうところまで行こうと思うんですが、まあ1時間半長いんでね、ここは一瞬でワープしようと思います。せーの、
はい、あっという間に降りてきましたよ。ここは渋の湯でございます。黒百合ヒュッテに行くだけだったらここに車止めて登るのが王道です。はい、で我々はですねもう一山越えていきますよ。行きますか。はい、またここから山に入っていきたいと思います。はい、渋の湯から唐沢高専の方に向かってここからねまた山の中に入っていきますよ。最後の 150m の標高差登り返してますけどだいぶ足に来てる。きついね。やっと分岐が出てきたよ。あと20分降りればいいよ。はい、ここからもう 1m も登りたくない。ゴール間近に光苔の群生地っていうのがありますね。ちょっと動画で一応撮ってみたんですけどこれ分かりますかね。うっすら光ってる感じ、これが光苔だと思います。歩き始めて7時間でようやくスタート地点の唐沢高専に戻ってきました。お疲れさん。お疲れ様です。イエス、楽しかった。日帰り入浴間に合わずこれは無理よこれでもコースタイムをだいぶ巻いてきたけど、ぜひね唐沢高専に入ったことのある方はコメント欄にどんな温泉か教えてください。はい、お疲れ様でした。はい、それでは本日は北八ヶ岳をのんびり散策して天狗岳に登ってお昼は黒百合ヒュッテの美味しいランチを食べました。そしてね高見石小屋で気になってた揚げパンだね。ひかりちゃんどうだった？あれ最高、カリカリふわふわ、絶対食べるべき。黒百合ヒュッテのビーフシチューはまずはあれいただいてください。そうだね、代名詞だもんね北八ヶ岳の。この山は登山あんまりやったことないけどっていう人のデビューにもおすすめです。今回の動画面白かったなと思っていただけたらグッドボタンだったりチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまたどこかのお山で会いましょう。じゃあまたね、バイバーイ。うふー、最高。 GF チャンネルでは上りも下りももっと快適にをコンセプトにグリーンフィールド立川という施設を運営しています。登山を楽しんでいただけるように様々なアドバイスをしています。もし気になった方はぜひ概要欄のリンクをクリックしてみてくださいね。